おはようございます。黒バラ軍団の吉野部です。本日は PSA ビクトリースロット館さんにお邪魔しています。本日の立ち回りですが、並びの高設定の箇所が複数箇所あると予想されます。それをもとに立ち回ってきます。狙いなんですけども、ジャグラーコーナー、ここがまず第一の狙いになりまして、マイジャグラー、ゴーゴージャグラー、ここのまたぎによく高設定が導入されます。それ以外にもゴーゴージャグラーやアイムジャグラーなどにまたいで投入されることもあるんですが、一番狙われているのはここかなと思います。でこれは、僕だけが思っていることではなく、今日ここに来ているお客様、このお店に来ているお客様は皆さんそれを思っていると思います。その他には、寝台導入系の、箇所に並びが作られたりとか、バラエティに並びが作られたりとか、いろいろあるんですけども、まあ、狙いがちょっと絞りにくいということで、第一の狙いはジャグラーコーナーで、その後は周りを見ながら、いい箇所を見ながら臨機応変に打っていくのが今日はいいのかなと思います。そんな中、本日の抽選人数が120名様ほどの中、18番とそれなりにいい番号を引くことができたので、まあ、またぎのマイジャグラー側に座るのはちょっと難しいかもしれませんが、そこからつながるゴーゴージャグラーですとか、まあ、ちょっと外側になってしまうかもしれませんが、マイジャグラーに座れる可能性もあるので、まあ、お客様の埋まりを見ながら、台を取っていこうと思います。お願いします。さあ、ということでジャグラーコーナーにまっすぐに行きたいと思います。まあでも皆さん行かれますね。今日はちょっとバルブレイブを意識されてる方もいらっしゃると思うんですが、3台目まで取れるんでこっち行きます。狙いのマイジャグラー確保できたのでこっちの方打っていきたいと思います。それではマイジャグラー打っていきます。ガクンしましたね。まずこのマイジャグラーを取った根拠なんですけども、こちらのホールさん、ジャグラーコーナーにまたぎで高設定を使われることが多いです。特にこのマイジャグラーから今はゴーゴージャグラーがあるんですけど、こちらへのまたぎはかなり可能性が高い場所となってます。で僕が今日の、朝一の大取りとしては、3台目までのマイジャグラーをもし取れるのであればマイジャグラーに行こうと思っていました。でそれがもしダメなのであればゴーゴージャグラーの方に行こうかなと思ったんですが、なんとかマイジャグラー確保することができて、まあ、とりあえず朝一は良かったかなと思ってますね。で朝一のお客様の流れなんですけど、まあ、もちろん僕がこの島に入った時は、またぎのマイジャグラーの箇所は埋まりました。でその前に入られたお客様でですね、今日バルブレイブに行った方が多かったんですよ。これおそらく、まあ、ポップが朝から出てまして、いつもあるものではないんですね、まあ、だからもしかしたらバルブレイブ推しの可能性はあるので、それを読んで、まあ、皆さん座られたのかなと思います。でその後に、あちら側のアイムジャグラーですとかハッピージャグラーですとか、まあ、そのあたりのまたぎを狙われた方々もいらっしゃいました。当たりました。130ゲームチェリー重複、チェリー重複のビッグボーナスです。投資が4000円です。当たりました。309ゲームチェリー重複、チェリー重複のレギュラーボーナスです。追加投資しまして総投資8000円です。当たりました。120ゲーム単独、単独のビッグボーナスです。総投資9本です。今日は過去の傾向かですね、僕側のこの壁側のマイジャグラーからのまたぎか、反対側のマイジャグラーからのまたぎか、どちらかには入るんじゃないかなっていうことで狙ってるんですけど、まあ、今のところ僕自身600ゲームぐらいしか回してないんですが、
っちもどっちっていう感じで、でゴーゴージャグラーが1台走ってるのが僕側のジャグラーなんですよね。まあ、なんですけど、ただでさえ難しいジャグラーの中でゴーゴージャグラーは一番、まあ、判別が難しいと僕は思っているので、まあ、まだまだ時間はかかるかなというところです。こちら僕の打ってるジャグラー側、僕の右側もう89分の1飛ばしていると、で僕が357分の1これはまってしまっている、で僕の左これが103分の1、で僕のもう1台この左の境のマイジャグラーが177分の1で1065ゲームでレギュラーを1回も引けてないんですよ。これもちょっと気がかりなんですが、もう1台飛ばして、ゴーゴージャグラー92分の1でもう1台隣126分の1と、で もし仮にもう1台隣のゴーゴージャグラーこちらが当たりなのであれば、僕の台は当たりではないんですが、これが今1200ゲームほど回ってレギュラー3回、反対側はもうちょっと厳しそうには見えるので、もし仮に2分の1でここが当たりなのであれば、まあ、可能性はあるんですが、現状マイジャグラーは2台、僕ともう1台ちょっと不安な台があります。周りの方見てきて、現状僕の台はすごく悪いんですが、やめれる状況ではないと判断しましたので、まあ、周りを見ながらもう少しだけ追ってみようかなと思います。これでもし違ったらもうしょうがないっていう感じで、もう少し粘ってみます。今の僕の周りの台と僕の台の現状なんですけども、僕の台はもちろん、合算400分の1と極悪な数字になってしまって、周りも数字が落ちてきました。ここは並びではないと僕は思いますので、この台はやめたいと思います。で反対側、この逆側もちょっとどうかなと思ったんですが、ちょっと並びには今のところ見えない、まあ、狙って打ってらっしゃる方もいるんですが、ちょっとここも攻めにくい状況なので、今は剣に回ろうかなと思います。現在時刻が13時ほどなんですが、こちらのバルブレイブがかなりいい挙動してまして、バルブレイブから6台、それから反対側に吉宗があるんですが、輪掛けを挟んで吉宗ですね、ここはもしかしたら6台、まあ、12台ぐらい、まあ、良さそうな挙動を示しています。こちらがノーマルのコーナー、まあ、プラスノーマルバラエティがあるんですが、パルサーからアクロス系の機種にかけてここは並びに見えます。まあ、予想としてはパルサー3台とアクロスのバラエティ3台、まあ、ここが並びになってるんじゃないかなと僕には見えます。朝一バルブレイブに行くっていう選択肢もあったので、まあ、悔しいところではありますが、過去の傾向を踏まえてマイジャグラーに行ったことは後悔はないです。この後もまだまだ時間ありますので、打てる台探して、まくれるようにここから頑張っていきたいと思います。現在3時間ほど剣をしたんですが、このまたぎのマイジャグラーが開きまして、でこの左側からのゴーゴージャグラーが調子がいいんですよ。レギュラーが11回、でこれが20回、でこれが10回、でこれが21回、レギュラーも抜群ですね。でこのアイムジャグラーが、レギュラー10回、360分の1ぐらいで、もう1個隣が今レギュラー7回で400分の1近いんですよね。なのでこのアイムジャグラーか、反対側の僕が今確保したマイジャグラーのどちらかは高設定なんじゃないかなと僕は思います。この5ジャグラーのコーナーに並びが作られなかったことは過去ほぼありませんので、まあこれがダメだったら今日はもうダメと思って、反対のアイムジャグラー見ながら、判別していきたいなと思います。この台だけ見ると全くいいところはないんですが、根拠としてジャグラーに並びがなかったことが過去ほぼありませんので、まあ、そのあたりも含め今日この島状況で打つべき場所はここかなと僕は思うので、この台を判別していきたいと思います。まあ、反対側のアイムジャグラーを見ながらになるので、まあ、どこまで粘れるか、その状況によって全く変わってくるので分かりませんが、まあ、いけるところまで行きたいなと思います。474ゲームチェリー重複、チェリー重複のビッグボーナスです。追加投資3000円いたしまして、総投資23本です。19ゲーム先ペカ単独ですね、単独のビッグボーナス
これでレギュラー確率は悪いですが、合算162分の1と設定値で163分の1なのでだいたい近似値ですね。この台自体でも3枚数としてはプラスになってます。なのでやっぱりまだまだ分からない状況かなと個人的には思いますね。142ゲーム143ゲーム単独のビッグボーナスです。当たりました。サキペカ87ゲーム単独です。単独のビッグボーナス、フリーズしてますね。単独のビッグボーナスです。当たりました。108ゲーム単独、単独のレギュラーボーナス。165ゲーム単独、単独の単独のレギュラーボーナスです。これ今打ちながら気づいたんですけども、もしかしたらゴーゴージャグラーが前代高設定の可能性がなきにしもあらずというか、その可能性もありますね。過去にそういう傾向は一切なかったんですが、こちら側のゴーゴージャグラーだけでなく反対側のゴーゴージャグラー、1台悪かったジャグラーも今動き出したんですけども、もしかしてあれが回復するのであれば全の可能性もありえます。そうなった場合、まあ、例が過去にないのでわからないんですが、僕の台からの並びとかではなく、シンプルにゴーゴージャグラーがこの対面どちらも前代高設定っていう結論に至る可能性もゼロじゃないです。あ、すいません、3ベットしちゃいました。チェリー重複です。チェリー重複のビッグボーナス、ゲーム数37ゲームです。64ゲーム単独、フリーズしてます。単独のビッグボーナスです。52ゲームサキペカです。チェリー重複、ブドウ抜きます。チェリー重複のレギュラーボーナス、あのゴージャグがやめるようですね。きちんと打ってらっしゃる方ってのはちゃんとチェックしてましたので、でしかも複数人で来てらっしゃる僕よりこのお店に慣れてる方が辞めるという判断を今したようです。ちょっともう一回データの方を確認します。現在この台ここまで打ってきたんですが、並びと確実に言えるような状況ではなく、単品がもしかしたら何台あるかも、何台かある状況かもしれないので、リスクを回避するためにこの台は辞めたいと思います。現在こちらのカバネリ227番台確保いたしまして、ここから右側に 1,2,3,4,5 台、挙動のいい台があります。ジャグラーに並びがもしないと仮定した場合、もうここしか狙う場所がないので、この1台、最後に攻めてみたいと思います。角の台ですね。僕はカバネリの島の、角から6台目に座ってるんですけども、その角の台がですね、座る前に金トロフィーが出たのを確認しました。なので
角は4以上濃厚です。で、僕の打ってるカバネリの反対側、大盤続きの反対側に延々の消防隊があるんですけども、まあ、そちらが高設定、まあ、高設定挙動には見えないので、僕らがこっちの台を確保しました。反対側も今お客様打たれてますね。なのでしっかり判別していきたいなと思います。さあ、果てタイトルは白。これで当選です。250ゲームのゾーンからゲーム数274ゲームハヤジロボーナス、ちょっと厳しい、3900ダメですね。早い、3回目のチャンスゾーン、372ゲーム、生駒カバネリチャンスです。いやー、ここ耐えてくれればなんとか。よし、これで大丈夫ですね。さあ、ゲーム数393ゲームボーナス間で120ゲームで当選です。エピソードボーナス、さあ SE です。本日1回目、広角は無名とビバ。さあ 60%、 あ、今広角点灯のとこで青発点ですね。残り10体、フリーズしてます。さあ、なんとか単発回避。まあ、なんとか確定とかが出てくれれば話は早いんですけど、無名。333枚、トータル360枚獲得で ST 戻ります。広角が一つです。ビバ引けば当選濃厚。さあ、覚醒あと3ゲーム、うわー、ラストゲーム当選濃厚ですね。まあ、ビバですし、ラストゲームですし、1コマ200枚、448枚広角1個で SE。 さあ 66%、いやー、黄色か、弱いな。あー、でもチャンスアップですね。これは当選してます。フリーズです。
さあこれで3連目というところで青が出てきましたエピソードですね。長ルルチ騎乗、これは、チャンス目の時に、黒化粧こちらがたまりやすくなっているのでおのずと広角が取りやすい。さあこれで6コン生1個獲得、627枚獲得です。さあまた生駒です。 66% OK 取ってる。加速で当選生駒です。200枚。さあ6個生1個777枚ですね。さあ行きましょう。また生駒、うわー複合目、広角中の複合目ですので当選濃厚ですね。さあこれでビバエスティまであと一歩、まあ、ゼロ。さあ生駒200枚。さあ885枚あと一歩でビバエスティですね。だが今回は降格はなし、なんとかなんとか1個。さあもう覚醒ですね。ここでなんとか引かないと。もう一度、いやーないラスト、いやーなしですね、ボーナス6回841枚で終了です。トロフィーもなし。これはボーナス取ってますね。フリーズ、474ゲームあ5ゲーム450のゾーンからボーナス当選。エピソードボーナスこれで2回目。SEです。イコマとビバ、ビバなので広角で濃厚です。これで今回も単発回避1回目のボーナスです。ここまで200枚。6コン玉1個獲得、226枚で終了です。さあまたビバ、これで当選です。今日は結構 ST がやれますね。出玉的には1000枚出せれば、1000枚ちょっとですね出せればまくれます。さあまた生駒、生駒200枚。355枚今回は降格なしで ST 戻ります。
さあだいぶ強い。シェイクビジョン入ってもう一度チャンス目。これで3度目のボーナスです。コマ200枚。493枚広角が1つ。またビバ、ビバ3回目。さあ京都も終わりです。これで覚醒に入ります。何でもいい。ない。さあラスト、なしですね。トロフィーも出ない。ボーナスが4回454枚で終了です。さあ250ゲームのゾーンからです。当選率は結構いいですね。270ゲームゾーンからボーナス当選。エピソードボーナス。さあここが3度目のチャンスになるので、なんとかここでまくって今日勝利で収めたい。さあ ST やっていきます。無名と生駒。いやー引けない。うわーリプレイか。さあ残り4ゲーム。いやーなんと覚醒で。いやーラスト演出なし。ここに来て駆け抜け、3度目で駆け抜けですね。さあ100のゾーンから発展、これは結構強めですね。100のゾーン当選です。ゲーム数124ゲーム100ゲームのゾーンからエピソードボーナス。わあここでオールスター名当選ですね。ああエピソードの方行きましたね。流れ打ち賞。ロコ生1個336枚で終了です。降格は無名。よしさあ 60%。あー取ってますね。よかったよかった。京都残り5ゲームのところで、さあこれでボーナス2回目です。1個まで200倍。
443枚広角1個で ST です。リバさあ覚醒です。なんとか、いやーラスト、うわー頼む、うわーないか、ボーナス3回403枚で終了です。あ、イコマ、あ、無名光ってますね。これは出てくるのでとりあえずフォローします。さあ19ゲームカバディリーチャンス無名、さあここ、うわーないラスト、ダメですね。やめます。はい、ということでカマネリここまで打ってきたんですが、まあ、最後まくれず、終了したいと思います。内容的には、いろんな部分良かったですし、まあ、第一並びという考え方で、まあ、ここはおそらく積もれていたのではないかなと思います。出玉的には一番へこんでるところから僕が打ち始めて、まあ、大体少し浮いたくらいですねで終了してしまいました。だいぶ揉みましたね、エンディングであとはお話しさせていただきたいと思います。こちらのバルブレイブなんですけども、おそらくですがバルブレイブが前代になってまして、輪掛けまでつながっていて、ここが2箇所ぐらいの並びが連なっているように見えます。ここが今日の当たりの箇所なんじゃないかなと思います。次にこちらのノーマルコーナーなんですけども、パルサーから3台と、アクロスに3台並んで6台の並びになっているように見えます。ここも昼に予想した通り3台3台の並びでしたね。お疲れ様です。実践終了しました。まず本日の結果からなんですが、投資が1058枚、回収が665枚で3枚でマイナスの393枚でした。本日の立ち回りなんですが、朝はマイジャグラー5の並びの箇所を狙って2分の1でどちらかに入るのではないかというところで狙っていったんですが、そこは本日は並びではなく、ジャグラーコーナー、まあ、必ず今まで並びが見つけられてたので、まあ、どこかにあるんじゃないかっていう感じでずっとずっと剣をしながら探したりもしてたんですが、結局ジャグラーコーナーに並びは見つからず、で長期法的に言えば、カバネリなんじゃないかということで最後カバネリにたどり着いて、周りでは複数台トロフィーが出た台もあったので、まあ、おそらく1箇所たどり着けてたんではないかなと思います。で今日一番目立っていたのがバルブレイブのところですね、スマスロコーナーなんですが、まあ、朝ポスターが貼ってあったり、なんかこう皆さん狙われていたっていうのは分かっていたんですが、今までの傾向がまあ、特別バルブレイブが強いっていうのは見つかっていなかったので、避けてしまったことが、まあ、どうだったのかなと一部悔やまれる部分でもあります。ですが、今までの傾向をもとに立ち回れたことで、まあ、最終的にはその消去法でたどり着くことができたのが、まあ、今日の一番の収穫かなと思います。次回以降もこちらのホールさんで立ち回らせていただく機会があれば、もう今回のようなイレギュラーなこともあると頭に入れながら、立ち回っていきたいなと思いますので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。収支管理アプリ Tマネー登場。 Tマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。